久保竜彦選手。この日は人生2度目のデビュー戦。開幕スタメンを目指して頑張ります。突然の現役復帰発表から1ヶ月、ブランクを埋めるため山で走り込んできました。走ってるこれ。最初の1週間めっちゃ大きいけど、ベースなんですか。足の運び方がさ違ってるよ。パンパンパンっていかなかったのとパンパンっていけるようになったりとか。やっぱ山が一番なんか出てくるじゃん急に。カサカサブルワイゲスタンドすらないただのグラウンド。ここがドラゴン復活の舞台です。ゼロプレー。広島県リーグ一部の開幕戦スタメン出場を飾ると挨拶代わりのドラゴンヘッド。さらに終了間際なんと PK を蹴るチャンスが訪れました。でもお父ちゃんやったら失敗するよ。2年前 PK を失敗したことを京香ちゃんは覚えていたのです。今度こそかっこいいお父ちゃんの姿を見せたい。復帰戦でいきなりフル出場、さらに決勝ゴール。現役復帰したってこう実感はあるよ。もうむっちゃきついよ。今日勝って気持ちいいけど酒は飲まずにもうその試合に備えたいですね。飲まないですか。飲まない。倍ぐらいいかん。現役復帰して、90分できました。今度暇があったら見に来てください。お願いします。加藤さんファンで。うわなんか嬉しいな。久保選手はああいうこと言うタイプじゃないですからね。びっくりした。そんなタイプですね。絶対違うでしょ。代表とかで一緒になったことありますよね。だいたいあんな笑ってるとこ見たことないですよ。でもなんか小倉さんもさっき言ってましたけど今楽しいのかもしれないですね。なんかやっぱ楽しいですよ。うん、はい、ベースに戻ってしかも藤田さんあの高さっていうのはやっぱりありますよね、はい、もう雰囲気やそのままね、そこ足で行っちゃうとか、うん、楽しい。